なるせ孝太郎は、江戸時代末期の終わり藩士で大馬回り組。終わり藩士の渡辺十三衛門の,の次男、なるせ達三郎の向こう養子。なるせ聖順の長男達三郎は、文久三年に死去、達三郎の長男鈴吉も、慶応元年に創生した。そのため、急遽孝太郎は、末期養子として、なる家に向こう入りした、この時十四歳。 慶応四年光太郎十七歳の時に、青松葉事件に連座し加名断絶、大番組、山村多聞の預かりとなり、明治三年に赦免されるまで、座敷牢にて遊兵された。青松葉事件は冤罪であったが、天皇神聖の時代に、逆賊のお命を受けたことの影響は大きかったらしく、夫妻は住み慣れた大荒りを離れ、京都の縁者を頼った。当初は、商売をしてみたようだが、 武士の商法のことわざ通り失敗する。その後は、商家の指定に読み書きを教え生計を立てた。長男の正彦は、名古屋に戻り陸軍軍人となる。妻は、日の岬神社宮寺、小野武公の娘、吉子。軍隊でも、朝敵の汚名が影響し、上司や同僚との喧嘩口論が絶えなかったため、中佐まで進んだ時点で退役した。遺言に、天皇神聖の世の中で、 朝敵の濡れ衣を消し去ることは難しいので、親族から相続人を出さないようにしてほしいとあった。次男の俊彦は10歳の時に、京都の以下、アメノモリの養子となる。ありがとうございます。